で活動したアナキストでありフェミニストラディカルな解放思想やフェミニズムによる著作発言などで知られる15歳で姉と共にアメリカに渡った後にロシア革命期の見聞を語ることになるまたイギリス滞在歴も長く後年にはイギリスで自伝を執筆している日本のフェミニストとりわけ伊藤の意に大きな影響を与えた リトアニアのカウナスでユダヤ系の家庭に生まれる暗殺が起こるなどの政常不安から13歳の時に一家はペテルブルクに移住した経済的事情で学校にも行けずに働くことになった女に学問はいらないと説いて早く結婚させようとする父と対立することになる1886年15歳になったエマは姉と共にアメリカへ移民し 法制工場で助行として働く。1886年5月1日、シカゴのヘイマーケット事件から刺激を受け、またこの頃、アナキストグループとも出会う。1889年、20歳にして、すでに革命家として、アナキストの自覚を持ち、ニューヨークに拠点を移して、各地で演説をこなすようになる。1892年7月23日、 エマは恋人であり、修正の友である、リトアニア生まれのアレクサンダー・バークマンと共に、コークス会社の工場長でスト破りを繰り返していた、ヘンリー・クレイ・フリックの暗殺を試みた。しかし結果は、失敗に終わり、二人は投獄された。1906年には、バークマンと共に、帰還し、母なる地球を創刊。1907年には、 アムステルダムの無政府主義者大会に出席した。1916年2月11日、三次制限運動によって投獄され、さらに翌年には、反戦活動のため2年の刑に処せられた。1919年末、国外追放するためのヒアリング主催者であった、ジョン・エドガー・フーバーはエマを、アメリカで最も危険なアナキストだと断じた。そして、バークマンと共に、 ロシアの地へ追放された。ソビエトに放逐された当初は、エマもロシア革命へと参画するつもりがあったが、そこに起きているのは、ボルシェビキとアナキストの対立であった。ソビエト政府にも反対して外国に去り、以後は、イギリス、フランス、カナダを転々として暮らした。1936年、スペイン市民戦争が起こった際には自らスペインに、赴き。 人民政府と共に戦い、ファシズムのフランコ政権に反対する同国のアナキストを援助。1940年5月に、カナダのトロントで70歳の生涯を閉じ、シカゴに埋葬された。ユニバーシティ・オブ・イリノイ・アット、シカゴ・バイオグラフィー・オブ・エマ・ゴールドマン・アーカイブド・セプテンバー11-2013 アットザウェイバックマシン UIC ライブラリーエマゴールドマンコレクションリトリーブドオンディセンバー十三二千八ゴールドマンリビングマイライフ p 十二ウェクスラーエマゴールドマンアンインティメートライフ P27 ウェクスラーエマゴールドマンアンインティメートライフピアニッシモ5758ウェクスラーエマゴールドマンアンインティメートライフ P65 ゴールドマンリビングマイライフ P106 ゴールドマンリビングマイライフ P377 アリス・エス・ロッシザ・フェミニスト・ペーパーズフロム・アダムズスー・デ・ボーボワールレバノンニューハン・プッシャーノース・イースタン・ユニバーシティ・プレス1988 P507 トゥデイ・ヒストリーフェブラリー11 ライブラリー・オブ・コングレス。2014年1月28日。閲覧。ウェクスラー、エマ・ゴールドマン。アン、インティメート・ライフ。P253-263。ドリニン、リチャード。レベル・イン・パラダイス。a バイオグラフィーオブエマゴールドマン。シカゴ。ユニバーシティオブシカゴプレス c a g o p るく 266217.P215。ABC ウェクスラー、アリス。 エマゴールドマン・イン・エグザイル、フロム・ザ・ロシアン・レボリューション・ツー・ザ・スパニッシュ・シビル・オー、ポール・アブリック・コレクション、ボストン。 ビーコンプレス、ISBN0 から807070041、press, 80 70 41, 送録1935万3853、https コロンスラッシュスラッシュ www.worldca.org t スラッシュ oclc スラッシュ19353853。ありがとうございます。